19世紀のフランスの海軍船を飾ったブレンヌスの、彫像、ブレンヌスもしくはブレンヌスは、現代のフランスのセーヌイコールイコールマルヌ県、ロワレ県、ヨンヌ県にあたる地域が、紀元のガリア人種族、セノネス族の属長。紀元前387年、アリリアの戦いでは、ガリア・キサルピナ軍を率いて、ローマを侵略した。およそ100年後にもう一つの侵略を率いた。 ブレンヌスがいることから、実際には、名前ではなく、称号だったという説がある。おそらくその名前は、神を意味し、戦いの前に、神の加護と力を祈願する目的で、可能性としては、ケルト神話の神、ブレンあたりから付けられたと思われる。セノネス族は、ローマを占領した。カンピドリアだけはそれを免れ固守されたが、 ローマ人は自分たちの都市が荒らされるのを見て、ブレンヌスの要求通り身の白金を支払うことにした。金額は黄金千ポンドで合意を得た。伝説によると、サオばかりを使った黄金の重さの正確性が議論になったとき、ブレンヌスはサオばかりの上に剣を投げ、有名な文句、バビクティスと言ったという。この重量に対する議論がもたついている間に追放されていた。 独裁官、マルクス・フリウス・カミルスが軍を率いて現れ、金の受け渡しを拒否した。ローマ市内で戦闘が始まり、ガリア人たちは町から追い出され、さらに町の外でも敗北した。カミルスは侵略者を破り、ローマを救ったことで、ローマ第二の建国者、国民の父の称号を得た。いくつかの資料では、カンピドリアを包囲中のセノネス族は、病気に苦しんでいて、 ローマの身の白金を取るときには、ひどい状態だったと書かれてある。セキリなどの公衆衛生上の問題が、多数の戦闘員を、戦闘不能あるいは殺してしまったことは近代に、至るまであり得る話である。ブレーンヌスが、全シチリアの征服を狙っていた、シラクサの選手ディオニュシオス一世と協力して、動いていたという説もある。ローマと強い絆で結ばれていた。 北西シチリアの小都市メッシーナをディオニュシオス一世は欲していた。ブレンヌスによってローマが動きが取れない間にディオニュシオス一世は戦争を仕掛けたが完全に失敗した。この説が正しいならブレンヌスはローマを任すことで二重の支払いを受け取ったかもしれない。ブレンヌスを描いた絵ではポール・ジャマンのレブレ・ニサパートでブチンが有名である。 ブレンヌスは、ローマから略奪した、戦利品を見下ろしている。ジェフリー・オーブ・モンマスの義士ブリタニア列王氏には、ブリテンを、弟ベリナスと共同統治するブレニアスという君主が、登場し、弟と共同で、ガリアとローマを征服する。ブレニアスの物語は一説には、ブレンヌスを下敷きにしているという。ありがとうございます。